私が一番最初に就いた仕事は暗号外交電報の通信を傍受する、まあ、今の言葉で言うと盗聴ですね。その負けておるんじゃないかということは、アメリカ軍の方の情報によってね、むしろ向こうの情報によって相当不利な立場に追い込まれておるんだということは了解できますよ。実際に目にしたのはね、事務所に用事があって行ったんですよ。大きな海図が置いてあるわけですよ。そこにね、こういう虫ピン、頭が赤いうわーってことさせてるわけです。で、それを私の当番将校に、昨日見てはいかんものを見たけども、あれは何ですか言ったら、あれは敵艦だと。敵の船がもうすでに数で言うと大体500隻ぐらいはもう東京湾におると。だからこれは一体どうするんだろうかと。敵前上陸させて、一億総玉砕で最後まで戦うのか、竹槍で戦うのか、それまでに日本は降伏しちゃうのか、どうか俺たちにはよくわからん。証拠はそう言っとったんですよ。7月の25日の夜半、夜中に、私の先輩の通信士が、大変なものが出てきたと。で、それは何だろうかと言ったら、まあ、当時、ポツダム宣言とはその電報を見て、そのこと書いてあるわけじゃないからわかりませんが、何しろ降伏文書、降伏を促してきたような文書であるということは分かったんですね。で、それが後になってポツダム宣言だったんだということですね。B29 の低速度通信は私自身は受けたことありません。だから私たちの同僚の通信兵がみんなその任についてますからね。だから今まで400番と500番と700番というコールサインの飛行機はおったんですが、そこへ新しく5月頃から600番台という飛行機が姿を現したわけです。だからこれは何か特別な飛行機じゃないかなという噂はされとったんですね。で、それが後から分かったんですが、広島長崎の原爆投下に使われたB29だったということですね。まあ、特に今度のその広島長崎の原爆投下についてもですね、軍は情報を掴んでおりながらね、その情報が長崎や広島の市民に流されなかったという、警報が出なかったということはね、もう本当に返す返すも残念なことだし、亡くなられた方たちに対してね、本当に申し訳ないことだと思います。